シモーヌ・ベイユ、シモーヌ・ベイユ、シモーヌ・ベール、1927年7月13日から2017年6月30日は、フランスの政治家である。1927年7月13日に、シモーヌ・アニー・ジャコブとして、アルプイコール・マリティーム・ケン・ニースに、ユダヤ系の建築家の娘として生まれた。1944年4月、16歳で、 アウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所に送られ、さらに1945年1月にソ連軍がアウシュビッツに到着すると、死の行進が始まり、ベルゲンイコールベルゼン強制収容所に移送された。収容所で両親と兄を失い、1945年、姉マドレーヌと共に生還した。レジスタンス運動に参加していた、もう一人の姉ドゥニーズも生還した。戦後、 パリ大学で法学を専攻し、さらに、パリ政治学院で学んだ。在学中に、後に、財務監察官などを、歴任と出会い、1946年に結婚。密語を設けた。治安判事の資格を得て、厚生大臣、1974から1979ラク内閣及びレーモンバール内閣、欧州議会議長、 1979から1982、欧州議会議員、1979から1993、国務大臣社会問題、厚生、都市大臣、1993から1995へ、ドゥアルバラデュール内閣、憲法評議会議員、1998から2007を歴任した。人口妊娠中説の合法化。 米予法のために1974年に法案を国民議会に提出し、3日間にわたる討論で反対派から猛烈な非難を受けながらも可決にこぎつけ、女性解放への道を切り開いた。また、欧州議会議長として欧州統合の推進役を担い、1981年欧州統合の理念にかなう功績を挙げた人物に与えられるカール大帝賞を受賞した。 2008年にアカデミー・フランセイズ会員に選出され、さらにレジオン・ドヌール勲章・グランクロは大英帝国勲章、アステリアス皇太子章、国際協力部門など多くの勲章や章を受けた。2017年6月30日にパリの自宅で死去、去年89歳。7月5日、ホテルでザンバリットで国葬が取り行われ、 エマニュエル・マクロン大統領がパンテオンに合祀すると発表。2018年7月1日、パンテオンで合祀式典が取り行われた。シモーヌ・ベイはフランス人に最も敬愛される女性であるイファップ2010年。1927年7月13日にシモーヌ・アニージャコブとしてアルプイコール・マリティーム・ケン・ニースのユダヤ系の家庭に生まれた。父。 アンドレ・ジャコブは、ローマ大賞を受賞した建築家で、母イ・ボンヌはバカロレアを取得して、科学を勉強していたが、夫の要求により、学業を断念せざるを得なかった。二人は当初、パリに今日構えていたが、長女マドレーヌと、次女ドゥニーズが生まれた後、BC 政権によるユダヤ人弾圧を逃れるために、ニースに移住し、1925年に、長男のジャン、 そして1927年7月13日に末娘のシモーヌが生まれた。父アンドレはユダヤ人社会への帰属を重視したが、これはユダヤ教ではなくユダヤ文化を大切にしていたからであり、シナゴーグに通うなどの宗教実践とは遠藤かった。1940年10月3日、ビシー政権、フィリップ・ペタン元帥が、 ユダヤ人の身分に関する最初の法律を施行した。ユダヤ人の社会的階級を低下させ、市民権を剥奪することを目的とした。この法律、石井政権によるユダヤ人並びに外来者に対する法によりユダヤ人は一部の職業から排除され、アンドレは建築家として仕事を続けることができなくなった。1943年9月10日。 ドイツ国防軍が親衛隊の将校、アロイス・ブルンナーの指揮のもと、ニーズに侵入し、ユダヤ人の一斉検挙が始まった。シモーヌは1944年3月28日に、バカロレアの試験に合格したものの、この2日後に、ゲシタッポの私服警官の尋問を受け、検挙された。ジャコブ一家は偽造身分証明書を所持していたが、これはドイツ軍が、密かに配布したものであった。 シモールは当時ユダヤ人を収容していたエクセルシオールホテルに連行され、この直後に検挙された母イボンヌ、アネマドレーヌ、アニジャンと共にドランシー収容所に送られた。数日後に父アンドレもドランシー収容所に送られ、1944年5月15日、ジャンと共にバルト諸国に向かう列車に乗せられた。この同じ列車で移送された878人のうち、 生還したのはわずか17人であった。その後、アンドレとジャンの消息はつかめていない。シモーヌ・ウェイは後に、兄の名を取って第一子をジャンと名付けた。次女デュニーズは、レジスタンス運動の一組織に加わっていたが、1944年6月に検挙された。ラーフェンスブリュック強制収容所に送られたが、ユダヤ人であることを隠し通し、後に生還を果たすことができた。 1944年4月13日、シモーヌは母親、姉と共にバスに乗せられ、ボビニー駅に着くとアウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所へ向かう列車に乗せられた。同じ列車で移送された約1500人のうち、生還したのはわずか105人であった。シモーヌは最初の夜、腐敗した死体や焼却された死体のにおい、煙などが混じった悪臭に息を詰まらせ一睡も、 できなかった。朝3時起床、過酷な労働、不衛生極まる、環境、暴力、耐え難い寒さ、恐怖、シモーヌはこの全てを生涯記憶にとどめることになった。だが、こうした環境で、どうにか生き延びることができたのは、ポーランド人女性のカポ、労働監視員、ステニアが1944年7月に、彼女たちをボブレク収容所に再配置したからである。 ボブレク収容所は、アウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所の一つだが、この工場での労働はこれまでほど過酷ではなかった。ところが、半年後にこの工場が閉鎖されると、再びモノビッツ、グリビッツ、アウシュビッツ第4収容所と転々とさせられた。一方、連合軍は空爆を強化し、ソ連軍も南下を続けていた。1945年1月、 ソ連軍がアウシュビッツに到着すると、非収容者の強制移動、死の行進が始まり、シモーヌ、イボンヌ、マドレーヌは1月30日にベルゲンイコールベルゼン、強制収容所にたどり着いた。ここでもまた、カポのステニアがシモーヌを見つけ、厨房での仕事を割り当てた。だが、母イボンヌは日に日に衰弱し、3月15日に死亡した。姉マドレーヌもチフスをわい、 品種の状態であった。やがて新英単位らが撤退し、4月15日、英軍がベルゲンイコールベルゼン強制収容所を解放した。フランスに戻り、しばらくおばの元に身を寄せた後、パリに出て、学業を再開。パリ大学で法学を専攻し、さらに、パリ政治学院に進んだ。在学中にと出会い、1946年10月26日に、結婚。 1947年に、ジャン。1949年に、ニコラ。1954年に、ピエール・フランソワが生まれた。アントワーヌ・ベイユは、間もなく元老院の議会担当官になり、やがて、アラン・ポエール予算担当副大臣の官房に入った。アラン・ポエールが、ドイツ・オーストリア問題警視総監になると、妻、シモーヌを伴って、ドイツに赴任。シモーヌは、家事。 育児に奔走する傍ら、司法試験に合格し、夫の書類作成を手伝うなどした。共に生還した姉のマドレーヌが、ドイツの米油一家を訪れた帰りに、一歳の息子ルックと共に交通事故で亡くなった。シモーヌは自伝に、私はずっと死の影を引きずることになるのか、と処ている。さらに、フランス国立行政学院で学んだアントワーヌの研修や不妊に同行し、 モロッコやシャトールーで暮らすことになり、生活はそれなりに快適だったが、シモーヌには母親のような専業主婦になることは考えられなかった。アントワーヌに弁護士になりたいと相談したが、とんでもないことだの一言で片付けられた。激しい抗論の末、弁護士ではなく治安判事になることで妥協した。治安判事は1946年まで男性しかつくことのできない職業であった。 シモーヌは28歳で、検察局に入局した。1957年から1964年まで、司法省行刑局に勤務した。刑務所を視察し、その悲惨な状況を知った彼女は、刑務所における女性の問題、条件付きの釈放、そしてさらに厄介のアルジェリアにおける、刑者の問題などに取り組んだ。昇進を断ってまで取り組むほどの熱心さであった。新たに、 法務大臣に就任したにより民事局に配属され、精神障害者、被着室師、婚外しなどの状況の改善に取り組んだ。また、親の子に対する義務を中心に据えた、民法典の一部修正に関する作業に入り、府県を廃して、新権を採用した。さらに、養子縁組に関する1966年7月11日の法律第500号の基礎において、重要な貢献をした。 1969年、ジョルジュ・ポンピドゥ政権下で、中道右派のルネ・プレバンが、司法大臣になると、シモーヌ・ベイユは、技術顧問を引き受けたが、1年後の1970年2月には、ポンピドゥ大統領によ、司法官職高等評議会の、事務総長に任命された。女性初の事務総長であった。さらに、フランス放送協会、オアーティフの運営評議会委員にも任命されたが、 この際に、監督の占領下のある町の年代記、1969年への資金援助について、フランス人の体読協力に関する不正かつ間違った解釈に基づくとして、これに抗議した。彼女はまた、同様の理由で、ハンナアーレントの悪の陳腐さという概念について、こういう悲観主義は嫌いだ。私には安易なごまかしのように思われる。すべての人に、 罪があるというのは、誰にも罪はないというのと同じだと不快感をあらわにしている。1974年に、バレリー・ジスカールデスタン政権が発足。シモーヌ・ヌベイは、ジャック・シラク内閣の下、厚生大臣として初入閣を果たし、第五共和制初の女性大臣が誕生した。しかし、入閣から半年足らずで、まだほとんど名前を知られていなかった彼女が、 非常に困難な課題に取り組むことになった人工妊娠中絶の合法化である。実際、年間約30万人の女性が非合法の中絶手術を受けており、さらに1970年代の女性解放運動の高まりの中で、1971年に否認手段と人工妊娠中絶の自由化を求める343人のマニフストが発表され、 1972年には、友人に強姦されて妊娠した当時16歳の女子学生、マリー・イコール・クレールが非合法の中絶を受けたとして、母親、医師らと共に起訴された事件、ボビニー裁判が起きるど、事態の深刻さが明らかになり、政府は対応を迫られていた。また、ジョルジュ・ポンピルゼン大統領も1973年1月9日の、 記者会見で中絶に関する現行法は時代遅れだと認め、選挙後に議員、宗教指導者、医師団等と否認や中絶に関する話し合いを開始すべきだと明言した。シモール・ベイは1974年11月26日に法案を国民議会に提出し、次のように訴えた。私は、心底、確信している。人工妊娠中絶は、 今後も、例外的なもの、出口のない状況における最後の手段でなければ、ならないと。しかし、このように例外的な性質を失うことなく、また社会が忠実を助長することなく、しかも、これを許容するためにはどうしたらいいのか。私はまず、ほとんど男性ばかりの、この国民議会において、女性としての私の信念を伝えることを、お許しいただきたい。自ら進んで、 中絶手術を受けようなどと思う女性は一人もいない。女性たちの話を聞くと、それがよくわかる。中絶とは常に深刻な事態であり、それは今後も変わらない。だからこそ、今日提出する法案により、このような規制事実となった状況を検討しなければならないのであり。これが人工妊娠中絶の可能性を開くとしたら、それは中絶に関する枠組みを定め、 女性たちに中絶を思いとどまらせるためである。三日間にわたって白熱した討論が交わされ、シモーヌベイは猛烈な攻撃を受けた。反対派の旧戦法であった元法務大臣は、ご存知のように、すでに資本からが、市の産業に投資したくて、うずうずしている。遠からず、フランスで支持が積み重なる、アボルトワール、中絶手術を、業施設の別称、イナ、アバトワール。 屠殺状が誕生することになるだろうと辛辣に批判した。挙句は、シモーヌ・ベイユがアウシュビッツ強制収容所からの生還者であることも忘れて胎児を強制収容所の主体焼却炉に投げ込むようなものだと心ない暴言を吐く議員すらいた。シモーヌ・ベイユはこれらの発言一つ一つに根気強く対応した。11月29日早朝に投票が行われ、 3時40分、賛成284票、反対189票で、法案は可決された。やがて、与党フランス民主連合内部にジスカールデスタン派と、シラクラネオゴーリストとの対立が生じたが、詳細は、フランス民主連合を参照、シモーヌ・ベイは常に独立性を維持し、彼女に対してかなり冷淡であった。 ジスカールデスタンよりは、シラクと良好な関係を築いていたにもかかわらず、シラクからの提案を断り、レーモンバール内閣に泊まった。しかし、実際には、レーモンバールに共感していたわけではなかった。1980年10月3日に、パリ16区のコペルニック通りのシナゴーグで、爆弾テロが発生した際に、シナゴーグに向かうユダヤ教徒を狙った、このいまわしいテロ事件で、 コペルニック通りを歩いていた罪のないフランス人が犠牲になったと発言。出現したレーモンバールをシモーヌ・ベイは許さなかった。この事件は死者4人、負傷者20人の犠牲者を出した。1979年7月、直接選挙による初めての欧州議会議員選挙が行われ、フランス民主連合の候補者名簿第1位のシモーヌ・ベイが欧州議会議長に選出された。 欧州議会初のフランス人女性議長であった。以後、内政を離れ、1982年1月まで欧州統合の推進役を担うことになった。母イボンヌが欧州統合だけが新たな戦争を防ぐことができると考えてただけに、シモーヌ・ベイにとって最も重要な挑戦であった。さらに、欧州議会議員としては1993年3月まで、 欧州委員会法務局局長を務めるなどの活動を展開し、以後も引き続き、バルカン半島のための国際委員会、EU 市民の自由な移動、表現の自由のための欧州基金、欧州法学生協会、科学文化欧州財団などの活動に取り組んだ。女性問題についても、社会党出身の女性権利大臣、1981から1986の提案を受けて、 1979年に欧州議会のを設置した。1981年欧州統合の理念にかなう功績を挙げた人物に与えられるカール・タイ・賞を受賞した。なお、イベット・ルーディとはこの後も候補者男女同数法2000年施行の成立に向けた委員会設置などの活動を共にしている。1988年フランソワ・ミッテランが 大統領選挙で再選を果たした後に行われたフランス議会選挙では第一回投票結果を受けて左派、社会党を当選させないために一部の右派が極右国民戦線と決戦投票前の候補取り下げに関する合意を交わし特に共和国連合のシャルルパスクワは国民戦線と同じ懸念を抱き同じ価値観を有するとすら語ったがシモーヌベイは 国民政選を支持するくらいなら、左派に投票すると、これに、真っ向から反対した。1993年3月から1995年5月までは、エドアルバラデュール内閣の国務大臣として、社会問題、構成、都市計画を担当した。とりわけ、EU 加盟国以外の国で学位を取得した医師が、フランス人医師同等の処遇を受けることができるよう、尽力し、 さらに、当時ドナーが不足していたイスラエルと、臓器提供に関する協定を締結した。1995年フランス大統領選挙では、エドアルバラデュールを支持したが、ジャック・シラクが当選したため政権を離れることになった。1998年から2007年まで憲法、評議会議員を務めた。2005年、前年10月29日に調印された。 欧州憲法条約の批准についてが行われた際に賛成投票を呼びかけ、この条約は平和と民主主義のため、欧州が困難に打ち勝つために必要であり、特に女性にとっては賃金、昇進、社会保障を含むあらゆる分野において、陽動の権利を推進するものであると訴えた。シモー・ヌベイはこの活動のために休暇を取っていたが、それでも、 憲法評議会議員が厳守すべき、自制義務に違反するという批判に対して、評議員としての義務はすべて厳守しており、あらゆる許可及び同意を得ている。私にはこれまでずっと厳格に守り通してきた自制義務がある。これを守り通したいと思うのは、欧州が私にとって、私の人生で最も苦しい時代に関わる、個人的な問題だからであると主張した。2002年。 次男のニコラが心筋拘束で死亡54歳。私の人生は恐怖に始まり絶望に終わると語った。2007年フランス大統領選挙においてニコラ・サルコジへの支持を表明し周囲を驚かせた。ニコラは優しい人である。乱暴な表現をすることもあるが彼の心にの優しさを疑う人がいるとしたらそれは間違いである。 彼は忠実な友であり、これは私にとって重要なことである。大統領を選ぶ時にはこういう資質を備えた人がいいと思うが、実際にはそうでない場合もあると説明している。とはいえ、サルコジが移民とナショナルアイデンティティ賞設立構想を提示した際には、そういうナショナルアイデンティティという表現はあまりにも曖昧で、私は全然好きではな。私だったら、 移民、統合省とするとしなめた。なお、サルコジは実際、移民とナショナルアイデンティティ賞を設立したが、移民のスティグマ化及び、外国人に対する不信と敵意に基づく、ナショナリズムによるものであり、受け入れがたいとして、移民問題研究者、などの著名な移民史研究者が、国立移民史博物館の表議員を辞任するなど、かなりの批判を浴び、3年後の内閣改造時に、 廃止された。ニコラ・サルコジ大統領が2008年1月11日の演説で、現代に適した新しい基本原則を定義するために、国を挙げて議論し、これを憲法全文に規定する必要がある。こうした基本原則の一つが多様性であるとし、シモーヌ・ベイユにこのための委員会を立ち上げるよう依頼したと発表した。 憲法全文に関する検討委員会の設置にかかる2008年4月9日付、デクレ2008から328条では、6月30日までに報告書を提出することになっていたが、憲法専門の法学者が憲法全文に多様性の原則を掲げることは、法の下の平等原則を根本から覆し、国民に憲法評議会がこれまで常に フランス革命の普遍主義に基づいて拒否してきた性的、民族的、言語的、または宗教的アイデンティティを割り当てることになると批判した。2012年に1月にジャンイコールルイ・ボルローが民主独立連合を設立し、シモー・ヌ・ベェイユに対して、党員証第1号を発行したと発表した。 2004年12月、市の提案に応じて5人の孫をアウシュビッツに連れて行き、60年前に彼女が生きた悲劇を伝えた。これまでこうした企画はすべて断っていたし、孫たちにアウシュビッツのことを話したこともほとんどなかった。私の歴史を孫たちに背負わせる必要はない。誰もが知っていることだから。ただ、孫たちが知りたいと思うことには答えたいと思った。 美しく晴れ渡った冬の日だった。でも、あの頃は死体焼却炉から立ち上る煙で、空は真っ黒だった。一度も青い空を見たことがなかった1956年に第二次世界大戦中のユダヤ人弾圧に関する貴重な資料を収集した現代ユダヤ資料センターを中心に無名ユダヤ人犠牲者記念館が設立さ、その後設置された。 記念碑などを含む昭和記念館が2005年に設立された。シモーヌベイユは2001年から2007年までこの記念館の館長を務めた。昭和記念館には現代ユダヤ資料センター、常設展、企画展のほか、犠牲になった子供たちの写真で埋め尽くされた子供記念館、祈りの炎を絶やさない地下礼拝堂、ユダヤ人登録カードを保管する部屋、犠牲者の名前が書かれた。 名前の壁、そして建物の外には、戦時中にユダヤ人をかくまう、逃亡の手助けをするなどして、命を救った3899人の名前が、書かれた、偽人の壁がある。2007年10月に自伝、ある人生が出版された。この本はフランスで、売り上げ55万5000部に達し、十数カ国語に翻訳され、翻訳書、シモーヌベイユ総録。 20世紀フランス、欧州と運命を共にした女性政治家の反省、さらに、を受賞した。シモーヌ・ベイは、とりわけ、人道に対する罪に問われたポール・トゥビエとモーリス・パポン、について彼女自の明確な見解を示している。2008年10月、シモーヌ・ベイは二人の元レジスタンス活動家、歴史小説家、 モーリス・ド・リオンとノーベル生理学、医学賞受賞者のフランソワ・ジャコブの提案により、アカデミー・フランセイズの会員、同じく現レジスタンス活動家で、第五共和制第五代首相ピエール・メスメルの公認として、赤字13に選出された。会員に与えられる個別仕様の背景には、ビル・ケナウという文字、フランス共和国の標語、自由、平等、友愛、欧州連合の標語、 多様性における統一、そして収容所で腕に掘られた番号78,651が掘られた。警察によると、就任式の日には、アカデミー・フランセイズの近くで、約150人が人工妊娠中絶反対を訴えるデモを行った。2010年の調査により、フランス人に敬愛される女性の1位に輝いた。2013年、夫と姉のが死去し、 シモーヌ・ベイは正解を引退した。2016年8月、呼吸不全で入院。2017年6月30日に、パリの自宅で死去。去年89歳。90歳を迎える2週間前だった。息子のピエール・フランソワによると、最後の言葉は、ありがとうだった。曲運のカラ・ニコラ・デューポンイコールエニャン、クリスチャン・エストロジ、サハのベルナール・アンギレビ、まで、 そして、パリに拠点を置くウクライナの女性権利団体、フェマンの代表も含め、多くの著名人が、シモ・ヌベイユをパンテオンに行使すべきだと提案し、他の複数の女性権利団体による、請願書も、それぞれ11万人から12万人の署名を集めた。だが、孫のデボラー、30歳と、バランティーヌ、23歳は、祖母に対する、こうした思いに非常に感謝しながらも、 祖父母は六十五年も共に生きたのだから、それぞれ別の場所に埋葬されたら、あまり幸せではないかもしれないという意見だった。二千十七年七月五日、ホテルでザンバリットで、国葬が取り行われ、エマニュエル・マクロン大統領、元大統領の、ニコラ・サルコジ、フランソワオランド、ジャック・シラクの代理として、妻のベルナデット・シラク、エルアル・フィリップ首相、元首相のエディット・クレッソン、 アラン・ジュッペ、リオネル・ジョス・パン、ジャン・ピエール・ラ・ファラン、ドミニク・ド・ビル・パン、フランソワ・フィヨン、マニュエル・バルス、ベルナール・カズヌーブ、元大臣のセゴレーヌ・ロワイヤル、ドミニク・ストロス・イコール・カーン、フランソワ・バロワン、ラシダ・ダテイ、ミシェル・アリオ・イコール・マリー、ジャン・ルイ・ボルロー、ナタリー・コシュースコ・イコール・モリゼ、ロズリー・ヌ・バッシュロ、パリ市長、アンノイ・ダル・ゴラのほか、国外からも、ベルギーのシャルルル・ミシェル首相、 ルクセンブルクのグザビエ・ベッテル首相、ブルガリアのボイコ・ボリソフ首相らが出席した。バレリー・ズスカールデスタンは出席しなかった。シモーヌ・ベイユの家族の希望により、一般市民も参加した。マクロン大統領は追悼の辞の最後に、シモーヌ・ベイユを、夫、アントワーヌ・ベイユと共に、パンテオンに行使すると発表した。シモーヌ・ベイユは、モンパルナス墓地に2013年に亡くなった夫、 アントワーヌ・ベイと共に埋葬された。パリのラビ長、ユダヤ教指導者氏が葬儀を取り行った。シモーヌ・ベイユが、カディッシュ、ユダヤ教の使者に捧げる、追悼の祈りを唱えることを希望していたからである。祈りを捧げたのは、息子のジャンとピエール・フランソワ、アイム・コルシア、そしてシモーヌ・ベイユの女性解放のための戦いを、象徴するリベラルな女性のラビ、デリフィーヌ・オルビュールであった。 2018年6月29日及び30日に、ベイユ夫妻の棺が、モンパルナス墓地から昭和記念館に移され、地下礼拝堂に安置された。7月1日、棺が昭和記念館からパンテオンに移され、合衆式典が執り行われた。シモーヌベイユは、パンテオンに合使された5人目の女性である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。